国部大塚古墳は、滋賀県大津市国部にある古墳。形状は、前方公園墳。大津市指定史跡に指定されている。滋賀県南部、瀬田川右岸の丘陵線端部に築造された古墳で、眼下に瀬田川を一望する。東海道新幹線と、名神高速道路に挟まれた位置にこの古墳が存在する。1973年に発掘調査が実施されている。 噴形は前方五円形で前方部を南西方に向ける。噴球表面で不きし、埴輪は認められていない。噴球周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は公園部、前方部それぞれにおける横穴式石室である。築造時期は古墳時代後期の六世紀中央頃と推定される。大津市域及び湖西地方では、 最後の前方公園墳と位置づけられ、その後に続く古墳としては、北西のその山古墳群が知られる。特に本古墳の被葬者としては、ワニシ族を想定する説がある。古墳域は1976年に、大津市指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。主体部の埋葬施設としては、公園部、前方部において、横穴式石室が、 各一期構築されている。各石室の規模は次の通り、いずれも石材には加工岩が使用される。ありがとうございます。